こんにちるちる商業 BL レビューサイトちるちる記者のほぐしびと綱吉です。本日の企画はこちら、全人類抱いたベストオブ攻め様トップ5。おーイエーイ。はい、何やらねトップ5、とても強そうなトップ5が決定したということで、わー楽しみだな。はい、以前に、はい、あのチルチルのツイッターの方でですね、あ、X ですね、 X の方で、はい、皆様のベストオブ攻め様を募集いたしまして、あの、はい、投票の多かったものを今回は5名発表していきたいなと思いますので、はい、それでは早速やっていきましょう。一作品目にご紹介するのはこちら、赤べこ先生の、三塚シリーズより、高博さんですね。わ、店長店長もう様呼びしたいですね、高博様と呼びたい、いやこの店長ね、なかなか食えない攻めなんですけれども、そうでしたね、はい、あのノンケのねホストを、はい、分からせてしまってあの自分のねこう支柱に落としてしまったんですけれども、ね、いや罪深いでもなんか本当に一筋縄でいかなくて、はい、すごいそのあのホストのレオ君はめちゃめちゃこうワンコで好き好きっていうのがめっちゃ出るんですけど、高博さんはそれが出ないんですよ態度に。あーでもそれがまたちょっと大人な感じも出ていて、そうなんですよ、レオ君のね10個上ですからね。うわそうで、なんかあの同僚とかからもお前冷たすぎるだろって結構言われるんですけど、なんかそのここぞという時にめちゃめちゃ優しい対応してくれたりとか、あのもう決めるところ超決めてくれる、なんかちゃんともったいぶらずにそういう時はもうはっきり言ってくれるタイプの攻め様なので、やっぱそこがねもうこのベストオブ攻め様に選出されたゆえんかなと、うんうんうん、攻めとしてちょっと強すぎますね、もうその性格というか中身が全てかっこいいね本当にかっこいい、読んでるこっちまで惚れちゃいそうになるというか。う今ミツカですね、このラッカのスピンオフシリーズで、はい、今3巻まで出ておりまして、はい、まだ連載続いておりますので、ぜひこの機会に読んでみてはいかがでしょうか。はい、2作品目に紹介するのはこちら、はい、中村俊菊先生の純情ロマンチカシリーズより宇佐美明彦さんです。はい、いやもう BL といえばのこちらの作品がランクインで、はい、いや入ってきてよかったもうすごく話したかったです話したくて、はい、まあ、こちらの作品すごい有名作でご存知の方も多いかなと思うんですが、まあ、今言った明彦さんが、攻めの方でこの表紙にもいらっしゃるんですが、この攻めの明彦さんが受けの美咲くんのこうなんか家庭教師になるみたいなところから始まって、ただまあこの作品やっぱり最初は三角関係から結構始まっていくところもあるので、もう一人いるその美咲くんのお兄ちゃんっていう、まあそのお兄ちゃんのことがもともと宇佐美さんは好きだったりもするので、なるほど、だけどもうね表紙見たら分かる通りね、まあこんな感じなので、はい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 本当に安心して、もう長いシリーズずっと楽しんで読めると思いますので、あのアニメもあったりするので、はい、まず気になるなって方アニメから入ってみたりするのもいいかなと思いますし、ぜひ原作の方も読んで、この宇佐美さんの年の差とかもあるので、はいはいはい、その攻め感とかもぜひ見ていただければと思います。続いて3作品目はこちら、桜火はしご先生の抱かれたい男1位に脅されていますシリーズより、攻めの東谷純太くんです。はい、ここに来て純太がそうですね、純太呼びも、ね、もう中でこの作品の中にありますが、はい、いや確かに、まあ、読んでいて結構ワンコ攻めなイメージとかももちろんありますし、ただまあ受けのね高人さんが結構ちょっと素直じゃない一面だったりあるのを引き出す攻めですから、はいはいはい、まあ、間違いなく本当に ど攻めというか、そうですね、攻め力めっちゃ強いですよね、グイグイ来る感じが、まあ、見た目もねもちろんお墨がちゃんとあるんですけど、うんうんうん、あまりにちょっと普段天使なんて言われたりもして、あ、ね、うん、まあきっとテレビの前で見てる、うん、視聴者としてはきっとそういう東谷君のイメージを持っているけど、なんか実はみたいな、うんうんうん、実はもっと攻め感があってっていうそのギャップも良かったりして、なんか芸能界ねこう見えてるところと見えてないところ、はいはいはい、その違いを楽しめる作品でもあるかなと思うので、もちろんこちらも間違いなく人気作で、結構ご存知の方も多いと思うので、それもあってか、うん、もちろん投票もたくさん集まりましたし、はい、もう間違いない立派な攻め様というか、すごい納得の結果でございました、はい、ぜひまだお手に取ったことない方読んでみてください。
はい、続きまして、こちらの作品です。新山先生のそんなに言うなら抱いてやるシリーズより、浦川しのぶさんです。ニンニンですね、ニンニン。そうでした、はい、もうこのね、もう一巻の表紙のもうど攻め様な感じが、絶対に攻めの顔をしてますね出てますけれども、これはあのニンニンの隠された姿でして、普段は会社ではもうなんか逆に変装してるんですよ、うんうん、すっごいモサい方にしてて、あの仕事もできない冴えない感じを出してるんですけど、はいはいはい、もう夜になるともうこの顔でね、夜の街をかっ歩していや、これにも振り向かないね、あの人はいないですよ。もうモテすぎちゃって困るから変装してるんです。いや、そう、最初そのギャップ正直びっくりしました、うん、そう、この表紙からとても想像つかない感じの昼間の様子だったので。あ、そうなんです、うん、そうなんです。でね、あのこんなもうのど攻め様な、はい、あのニンニンに、あの昼の顔しか知らない受けのヒカルンがね、どんどん、はい、あのなんですか、こう沼にはまっていくニンニンを落とそうとしてどんどんドツボにはまっていくあのヒカルンと、あのそれをこうなんかもうさっとかわすような感じでね、うん、あの男前なニンニンのド攻めムーブの、いや、いいですよね、はい、手のひらの上でコロコロ押されてるする感じもそうそうがもうすごい楽しめるので、ぜひぜひぜひあの読んでみてはいかがでしょうか。はい、最後に紹介するのはこちら、山根彩乃先生のファインダーの標的シリーズより、浅見龍一さんです。うわー、はい、もうだって、はい、攻め様って言ったらもう外せないですよね。いや、それですよね。もう圧倒的な票数を獲得してさすが、はい、こちらランクインされてますけれども、やはりこう攻め様といえばでこう皆さんが真っ先に思いつく方というか、うん、それで票も集まったのと思いますし、はい、いや、まあ、昔からのこう名作ということで、はい、残っている作品ではあるんですけど、2007年なんですね。いや、そうなんですね、はいはい、もう15、6年前。わー。でこのファインダーの今手元にあるこちらのお人にこしファインダーシリーズっていうのが続いておりまして、うんうん、そこで活躍していらっしゃる攻め様でございます、はいはいはい、ちょっと結構読んで衝撃的だったのが、はい、まあ、エッチシーンがかなり強くて、はい、なんて言うんでしょう、はい、もう強いんですよ、この浅見様が、はい、もう圧倒的に本当にもう負ける、誰も勝てないって正直思いました、見てて。本当になんか、まあ、テクニカルと、はい、かそういうところもありますし、なんか衝撃的なんですよ結構。びっくりしましたし、いやでも浅見様だったらもうこれはある、あ仕方ないみたいな、ひれ伏してしまう。いや本当にあります、あの SM プレイだったりとか、もうスパダリ感とかもうだんだん出てるので、ちょっとそういうのが気になる方もぜひぜひこちら読んでみてください。はい、ということで本日は、ベストオブ攻め様たちを紹介してきたんですけれども、はい、いや皆様強かったですね。いや本当にもうこの人は絶対に抱くって顔してる感じの方々がもうそうそうたる面々がね、はいはいはい、もういらっしゃったと思うんですけども、全員好きでしたね、正直全員好き。いやなんかもうお墨みもすごいし、やっぱ攻め力がね、そうですね、すごい感じられる皆様だったかなとは思いますので、うんうん、まあ今回はこういうもう強々な攻めを、はい、たくさん紹介させていただきましたけれども、まあ、いろんなね属性の攻めが、うん、いて BL 界は日々そうです、ね、にぎわいを見せている見せているかなと思いますので、はい、皆様のなんかお好きな攻め属性だったりとか、うん、皆様のもうベストオブ攻め様もぜひコメント欄にて教えてください。お願いいたします。今回紹介しました、ベストオブ攻め様の他にですね、はい、皆様からお寄せいただいた中で他にも、紹介記事の方で紹介しておりますので、はい、概要欄のリンクよりアクセスしてみてください、はい、それではバイチルー。